はい、今回ですね、超絶渋いカード。いや、俺なんか板の覚えてんで。キメンティーですよ。覚えてる？キメンティー。いたよな。俺このレッチェの時はもちろん全然知らないんであれなんですけど、多分ね、晩年かな、ユベントスかなんかのサードキーパーかセカンドキーパーかなんかしてたよな。トータル66。いいね。サブで使うにはちょうどいいよね。これマジで渋いよ。70年、もう特に現役大してんな。もう何？ 50 歳か。おじいちゃんやな。おじいちゃん。キメンティ。キメンティは、でも身長184やねんな。実際な。バーリ出身ね、南部か。イタリア代表歴もちろんないと。それは当然やな。もともとは、このユース出身かわかりません。聞いたことがないようなところと。まあでも下部リーグを転々として、ローマに来てるんや、一回。知らんな、こんな時なんか。ローマにもいたんや。なかなかやるじゃん。あ、カペッロが来てクビになったんか。この時のローマって誰やろ？カペッロの前って誰？あれか。エリクソンか。じゃあエリクソンじゃないわ。誰だっけ？攻撃的なサッカーさん。ゼーマン。ゼーマンちゃうの？あれローマじゃないの？ローマやったっけ？なんか、あ、わからへんもん。あの頃わからへん。で、レッチェに来て、あ、で、その後ユベントス行ったんよ。まあ、レンタルで借り上げとかウディネーゼ行ってますけどね。すごい、結構でもユベントスにずっといるな。サードキーパーかなんかで。長いよね。ユベントスの席がでも、10年近くあるね。まあ、ブッフォンいたからね。で、セリア通算189試合。まあ、そうやな。まあ、サブやからしょうがないよな。で、セリエ B が114か。まあまあし、なんかね、キーパーやからまあまあ、それなりにできるわな。チャンピオンズリーグ5試合がエグいな。多分イベント自体に出てるんやな。すごいじゃん。まあ、引退後何するかと、ああいうのは特に書かれてないんで、よく、わかりませんというところですかね。